水が染み出てるじゃん。マロッタツーミーイエーイ。皆さんどうもこんにちは、 DJ マロンと MC ズイミーです。よろしくお願いします。ということで今日は身近なものをバーンって拡大して、これが何かをマロに答えてもらうっていうクイズを出します。クイズね、マロクイズ好き。その名もブームでハテナということで、これなんだ。うわー、これ何、見たことないかも。これはね、よくね道端にあるやつ。道端に、うん、マロンこれ分かっちゃったかもしれない。お、なんだろう。これはズバリもやしだ。全然違います。何、答えは。これは花で姫女音というやつです。名前は聞いたことないけど、これ僕見たことある。これよく見るやつですよ。はい、それではね、はい、それでは第2問いきます。おお、これ小さなお部屋がたくさんあるね。たくさんあるね。編み込まれてるのがポイントだよ、これ。なんかすごく綺麗だね、うん、これはロー、さすがに分かっちゃったよ。お、なんだろう。これはズバリ蜂さんの巣だ。全然そんな風に見えないよ、これ。嘘、いっぱいお部屋あったでしょ。これはね、洋服です。洋服、嘘でしょ。洋服に穴ないよ、見えちゃうよ、穴から。見えちゃうね、これ見えないんだよ、拡大してるから。不思議すぎる。第3問ゴー。これ何？ん？これはね、なんかいつも見てるのと違うね。なんかツルツルで、なんかキラキラしてる。キラキラしてるね。あ、道があるよ、いっぱい。なんか水が染み出てるね。ね、何それ。水が染み出てるじゃん。ほら、ほんとだね、キラキラしてるね。水が染み…はい、なんでしょう。これはリンゴ。あー、惜しいな。指紋です。指の先ってこと？指の先っぽ、こんな風になってるんだね。はい、そして第4問ふわふわしてるはいいポイントですよ。これはね、マロ大好きなやつだ。何？分かっちゃったよ。答えは、あの甘いわたあめだ。いや、どこがわたあめに見えるのこれ。違うの？これはティッシュの表面です。嘘だ、ティッシュじゃないよ、あれ。すごいふわふわだったね。じゃあ最後の問題です。楽しみ。うわ、急に目が見えた。目だね。目だね、これは。すごい細かく書いてあるけど。うん。とってもさ、これズームしてるの？これズームしてるの。あ、あ、桜だ。桜です。いろんな色だね。うん。これは、何なんだろう、一番難しいかも。もしかしたら、誰かが描いた、はい、うん、絵かもしれない。絵。惜しい。これは千円札の表面でした。わからないよね。こうやって身近なものもね、グッて大きくすると、うん、いろんなものが見えてくるんだね。そうだね。僕らが当たり前使ってるものってさ、全然知らないことばっかりなんだね。ほんとほんと。楽しい。じゃあさ、ね、僕ちょっと一つ提案があるんだけど、うん、みんなさ、見たいものを募集するのどう？あ、拡大しよう。そうだね。じゃあ、うん、みんなの見たいもの、この動画のコメント欄にどしどしコメントしてね。うん、待ってまーす。待ってるよ。おすすめ動画紹介、アンリミティブー、次世代のグッズ、アプリと連動できるんだよ。気になる人はおすすめ動画をチェケラ。ちゃんちゃんちゃんと教えてね。チャンネル登録よろしくね。ちゃんちゃんちゃんと教えてね。ポチポチポチっとするだけさ。ちゃんちゃんチャンネル登録すると僕らが喜ぶし、ワクワク動画待ってるよ。 YouTube イエイエイ、チャンネル登録よろしくお願いします。